はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回の信長の野望レプエデンの続きをプレイしていきたいと思います。でここまでですね、中国地方の計略攻略を進めつつ越前朝倉攻めを行っているというところなんですが、同盟を一つ結びました。でどこと結んだかというと、雨子ですね。雨子と一旦同盟を結んだので、今後の戦略なんですけども、まずはこのまま後瀬山、あと小谷を拠点としているそれぞれ若狭武田、あとは、浅井家とは同盟を維持しつつ、越前の朝倉で越中の本願寺、さらには能登の畠山と、この辺りを一気に駆逐してですね、さらには武田攻めにかかっていきたいと思います。で武田攻めを行うにあたっては上杉と少しね吉見を通じておくというところと、あとは四国に追いやっている三好の警戒ということで、引き続き機内には兵を駐屯させておきたいと。で、中国地方に関しては山名、この辺りをね一気に切り崩していきたいと思うんですが、まずは越前越中、ここの攻略を進めていきましょう。でいきなり謙信と仲良くなれるかというとクエスチョンなんで、しばらくの間はですね、のんびりのんびり外交を行っておきましょう。まあ、いきなりね謙信と同盟が結べるかというと微妙なんだけど、どうだろうな。お、いけそうだね。さすが定勝だな。じゃあこれはこのままにしておいて、まあ、定勝はね京都諸子大とかも務めた有能な官僚ですからね、この辺りの外交能力も高いんでしょう。いや上杉が本当に勢力でっかくしてるな。本願寺が大野城を落としたので、これで本願寺が城を3つに増やして、朝倉が一条谷だけになりましたね。そしたら信長の本体でここは一条谷を一気に攻め落としましょう。軍師は秀吉に任せて、朝倉の兵が3000か、思ったよりは多いですね。もっと減らしてるかなと思ったんですが、思ったよりは全然多いですね。まあただここは問題ないでしょう。一条谷今回初めて攻めるんで、どんくらいいわゆるその城の防御が固いかっていうところですかね。城門さえ勝ち割れば、矢倉も取って敵の士気は53まで下げましたね。
鉄砲隊の成政が削られるのは不本意だけどしょうがないな。まあ、本来だったらね、朝倉一族は根田屋にして白民にしてあげたいところなんですけど、ここはね、登用できるんだったらやっぱ登用していかないと今後の戦略的に難しくなるんで、まあ、白民にせずに登用しましょう。さあ本丸に入りましたね。朝倉軍の士気は7まで落ちてるんで、これで終わりかな。本来だったら朝倉一門衆は全員死んでもらわなきゃいけないんですけど、いや斬首しといた方が良かったかな。結局ね、他の土地に流れて他の大名の配下に入られるとそれはそれできついからな。本願寺の大野城はめちゃくちゃ軍勢入ってるな。代わりに他に入ってないんじゃないか。そうだよね、大聖寺に人が入ってないんで大聖寺を攻略しちゃおう。でちなみに小山御坊も人が入ってないね。よし、となると大野城で決戦して小山御坊を先にかすめ取るっていう方が賢い選択になるな。それでいきましょう。これで越前越中方面は肩がついて、上杉との名脈も成り立ちそうなので、こっからはしばらく中国地方の攻略に精を出せそうだな。あとは武田だな。武田、武田軍もここに来て上杉への反攻作戦を行っているんで、味方としては一色を攻めつつ山野を攻める感じかな。この隅城ぐらいまでは取りたいですね。で姉小路はどう？もう傘下に組み込む方が早そうだな。そしたら一条谷から、外交の使者を送りましょうか。おっと今は無理か。そうだね、あとはそうすると騎馬隊引き入れるようなのがいるかというといないからな。吉立と騎馬どうなの？ D か、騎馬 D だとあまり意味ないよね。騎馬適性が高かったりするとね、良かったんですが、まあこんなもんかな。そうすると鉄砲ももう数がないんで、これで大野城を一揉みにしますか。まずは大聖寺ですね。軍師は森綱に任せて、ここも人の人もみにしましょう。しまったな、またバカをやっちゃったかな。大将を最前面にしちゃったんで一旦後ろに下げましょう。
さあこれで委任していきます。敵の数は1600、まあ全然多くないんで。大正寺もね、大きな城ではないんで、まあ、1回で攻め落とせるかなと思うんですけどね。徳川勢がね、岡崎城からも猫でも動かない構えだからな。2万2000の兵が入ってましたけど、武将の数が2万2000分ってなるとね、多分40人ぐらいいないと2万2000の軍勢を操れないんで、あまり意味がないんですよね。まあ、ただここで本願寺を潰しておけば一揆が起こってくるっていうことがね、一向一揆がなくなるんで、そうすると武将だいぶ前線に集中しやすくなりますからね。荒木村重は本願寺にいたんだな。三好勢の攻勢もここ最近あんまりないですね。同盟国が今こんな感じが、徳川、浅井、山子、武田。武田というのはここは若さの武田家ですね。あれ定勝ってちゃんと言ったんだっけ、外交は。ちゃんとね、同盟しに行ってくれてんならいいんだけど。上杉両家の同盟、よし、いけそうだな。よし、これで上杉とも同盟ができたね。これで武田攻めも、本願寺を倒した後は武田攻めができるな。武田攻めをしながら、中国地方の攻略に取り掛かれるという感じで、結構いい感じで進んできてるね。鉄砲の数がちょっと足りないかなってとこかな、この辺りは。大野城を一気に包み込みましょうか。
そうか、先にあれだな。先に、まあもう今更か。先にね、小山ごぼうを落とした方が良かったかなっていう気が今更ながらするな。まあしょうがないですね。さあここは野戦気味になるね。この大野城自体が人が少ないんで。朝倉は本願寺に仕えたんだな。まあ本願寺と朝倉もね争ってたんで、そっちに行っちゃったのって感じはするけど、どう考えてもね信長についた方がいいでしょう。信長に張り付かれてる。この至近距離から鉄砲撃たれたら確実に即死するな。さあ本丸までに武将の数が結構いるので、少し時間がかかりそうな気配がありますね。さあ二の丸までは入りましたね。さあ敵の士気もだいぶ落ちてきたんで、このまま一気に本丸の中に入り込みたいけど、
本願寺を叩ければもうだいぶ戦いがこの後楽になりますからね。これで残す本願寺の城は小山御坊一つになります。東道高虎か。あと戦国秀久か。いいね。やっぱ僧兵たちはなかなか響かないか。これで大野城から山名の城の方に転戦が可能になりますね。いや待ってね、信長の方はこのまま武田攻めに入って、中国地方の方は武将を一旦集める、岸和田あたりに武将を一旦集めましょう。もう心配する必要はないでしょう、本願寺の決起を。岐阜城だけは一人だけ武将を残しましょう。これで高谷、岸和田、伊丹、それと矢上と、3拠点、中国地方攻略勢としては3部隊用意できましたね。で、信長はこのまま武田攻めに入って、あとは小作り隊ですね。これもこの後は武田攻めに加わってもらいましょう。雨子からの使者か。城攻めの際の兵、うん、いいよ。どこを攻めるかだな。さあこの小山御坊が多分硬いんですよね。敵の数は3600か。まあやっぱり多いね。味方は7000、鉄砲隊が結構入ってたりすると厄介ですね。鉄砲持ちがいるね。鈴木重秀か。ちょっと邪魔くさいな、鉄砲持ちの鈴木は。城の耐久、城門の耐久も高いね。まあただここさえ取れてしまえば、本当に順番だけもったいなかったな。先にやっぱりこっちのね、小山御坊を落としとくべきでしたね、大軍で。城の耐久、まあ城門の耐久って言っていいかな、がね、すごく大きいんで、なかなか中に入り込めない。
これでようやく縄文開けたね。でもう一つの縄文の方も今会場が進んでるので、このまま行けば城の中には入り込みそうかな。いやー、守備兵の鉄砲隊が本当に邪魔だな。誰かがサクッとね壁越えてくれればいいんだけど、今回のこのターンじゃもしかしたら本願寺落とせないかもしれないな。それくらい鈴木の存在がでかいね。兵力差がほとんどなくなりつつあるからな。士気も削られてるし、信長自ら行かないとダメかな。誰かが壁越えしてる。駒かやってくれたね。さあ裏門の方はね、ちょっとずつ前に進軍はできてるんで、このまま先に進めれば兵力差はなくなってきてるけど、だいぶ削れてきてますよね。いや鈴木だな、鈴木が本当に強いわ。小作り隊がこれは先に壊滅しそうだな、このままいくと。さてちょっと不甲斐なかったな。なに
何人か登用されちゃったな。5人になってるね、武将の数が。しょうがない、信長自ら出陣するしかないね。小諸城は上杉と武田が本当に取り合ってる感じになってますね、今だと。剣女が出てきてるんで、これはここで一気に削り取りたいな。1万の軍勢になってるんで、これで本願寺勢を削り取れれば、しかもね、武将を生け捕りにできればなお良しですね。で、数正が養老奉行になってたんで、あの辺りもちょっと考え直した方がいいのかな。よし、鈴木重秀捕らえたのでかい。これはもうここで完全に打ち首にしましょう。荒木村重とかそういうレベルじゃないな。しかも重秀はこちらに着いた。大きいね。上杉と武田はこのままつばぜり合いを続けてもらってだ。で、中国地方の方もそろそろ兵を動かす準備をしましょう。三木城の攻略に取り掛かって、こっちの方はどうする？一式がこちらに着く気があるかどうかっていうのを確認しましょう。外交同盟、武将は定勝、目標は一式。一式はこちらに着く気はないか。定勝をもってしてもダメとなると、おそらく着く気はないんだよ本当にね。となれば一式が持っている城の数は、城の数は2、武将が2。これは飲み込んだ方が早いな。ちょっと長くなってきてるんですが、本願寺攻略まではなんとかねやらせてください。
なところで兵は削られたくないんですよね、本来はね。まあ、この一騎勢がね本当に邪魔くさいんですけど、よし、姉小路とも同盟結んだね。まあ、この辺りの小国はもうあまり相手にする必要がないといえばないので、まずは本願寺だな。まあ、何につけても本願寺ですよ、まずは。で、三好の動きに気を配りつつ、大丈夫だね。三好だけが本当にね、ゲリラ的にいつの間にか、なんか出てきてるみたいなことがねたまにあるんですよね。見逃してしまっているっていう。あとはどっかで一回鉄砲をまたね、各軍団に割り振りましょう。鉄砲はさっきの信長とかね、小山御坊を攻めた時の鈴木重秀の鉄砲を見てもらっても分かる通りかなり強力なんで、あるのとないのじゃ全然違いますよね。まあ、三木町はさっくりとって、この後の一式、さらにはやっぱり山名との戦いに精を出していく必要がありますからね。まあ、この三木町の別所勢なんかはね、信長の意向のもとに傘下に自動で入ってきてほしいところではあったんですけど、13代将軍義輝が一武将として500の軍勢を率いてるっていうのも何とも言えない感じだけどな。元将軍っていうだけでね、客商扱いになっていて、もうちょっと高待遇にしてあげたいけど、500の兵、さあ別所をこれで撃破したので、三木城は取りましたね。これで別所勢を完全に傘下に組み込んだな。で、上杉からの使者ですが、援軍要請は受け入れましょう。まあ、いつでも援軍が必要だったら呼んでくれって感じだけど、援軍が必要ですって言ってくれるかどうかだな、問題は。
さあ敵の数は3000で、今回は重秀がいないのでだいぶ楽な戦いにはなるんじゃないかな。重秀がいるとね、それだけでもめっためたにやられましたからね、前回は。まあ、物の数ではないので一気に押し潰したいところなんだけど、この小山ごぼうは守りが固いですからね。まあ、とはいえ前回攻めてるので耐久は知れてるか。鈴木勢はそこで捕まえられたっていうのは本当に大きかったな。鈴木が鉄砲持ってるだけでだいぶ削られますからね。縄文も着々と突破していっているので、このままいけばこのターン内というかこの合戦の中で、宿敵本願寺を滅ぼせそうな感じにはなってきてますね。本丸に誰かが入ったぞ。長宗我部元親が本丸に入り込みましたね。ちょっとさすがにね、1体だけで剣の線を相手にするのは身が重いかもしれないけど、もう1体2体誰かが入ってくれるとね、本丸を一気に攻略できるかなっていう感じにもなってくるけど、
あそこでね、元近が1回ターンを無駄にしてでも城門を内からこじ開けるっていうね、そういう選択肢があればいいんですけどね。たださすが元近だな、剣女の線と渡り合っても優勢に戦いを進めてるんで、これで落としましたね。よし、ようやくこれで本願寺を落としたな。そしたらこの後は七尾城を攻めたいんですが、招集しましょう。鈴木重秀は呼ぶ。今ここはどこにいる？重秀は。ちょっと一旦だけ送っちゃいますか？そしたら竹部山の攻撃隊か。ここまではじゃあ進めちゃいましょう。敵の数は多くはないでしょう。2000か。それでもそれなりにはいましたね。もうちょっと少ないかなと思ったんですが、いやようやく本願寺を攻略できたんで、これは大きかったな。あとはこの城門の硬さですね。見てみないとわからないからな。城門はしかも一つしかないんで、ここを突破するしかないんですよね。まあ、見たところおそらく残りは全部足軽かなとは思うんですが、大将以外は足軽？いや違うな。一式が2人入ってるね。でこれが足軽かな。足軽で、思いのほか硬いね。壁越えした猛者は佐久間守信、信守ですね。さあ壁をジャカジャカ越えていってほしいけど、先に城門を突破する方が早いかな。そこそこね、石垣もしっかり積まれてますしね。
よし、これで本丸への城門が開けましたね。あとはここがね、その一体ずつしか攻撃が仕掛けられないというところがちょっと時間がかかる面倒なところかな。複数人で一気にね畳みかけられないんで。何この戦いっていう感じになってますけど、これ後ろが詰まっちゃってるんで入れ替えるのも面倒なんですよね。もうね、決着がつかないパターンね。みんな着々とそれなりに昇進してきてるね。じゃあここで晴れて、大野城から呼び寄せましょう。鈴木茂秀だよね。はい、というわけでですね、今回は本願寺を攻めました。時間が長くなってしまいました。本当に最後までお付き合いいただけた方ありがとうございました。次回はですね、この続きになるんですが、信長の本軍はこのまま能登に侵攻して、中国方面は引き続き一色山名、この辺りとの戦端を開いていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。